ちは、インストラクターのまなみです。今回はエアコンの中でこう過ごしていくと、どうしてもこう体が寒くて体が内にキュッとこうなってしまいやすいかなと思います。そんな体をしっかりと開いてあげて、肩こりだったり背中の疲れを取っていくようなポーズをご紹介していきたいと思います。座りながらやっていくポーズになりますので、デスクワークの方も気軽にできるかなと思います。ぜひ皆さんもやってみてください。それでは早速始めていきましょう。あぐらで座った状態で行っていきます。あぐらで座ったらまずは姿勢を整えていきましょう。お尻のお肉を外にかき分けて、2つの座骨をしっかりとマットにつけていきます。そして骨盤を立たせるように下腹部クッと力を入れて、腰骨を上へと引き上げるようなイメージをしていきましょう。両手を肩の上に置いていきます。ではその状態から肘を前に持ってきて、肘同士くっつけていきましょう。はい、ではそこから肘を上に引き上げていくんですけれども、なるべく限界まで肘は離さないように頑張って上に持ち上げます。でもこれ以上無理って思ったら、ゆっくりと肘を大きく外に開いていきましょう。で吸いながらなるべく肘を遠くのところで合わせていきます。吸ってギリギリ離れないところまで頑張って大きく開いていきます。肩甲骨、背中周りがしっかり使えていることを確認しながらやっていきましょう。吸って吐いて回す。吸って吐いて回す。吸って吐いて大きく回していきます。繰り返しましょう。吸って吐いて回す。吸って吐いて、ラスト1回。吸って吐いて回します。今度は逆回しです。肘を大きく外から上に持ち上げてきて、なるべく上の方に肘を合わせにくる。吸ってなるべく頭の上の方で合わせにくる。吸って吐いて、吐いて、背中がしっかりと使えていること、肩甲骨がちゃんと動いていることも自分で確認しながら、呼吸に合わせながらゆっくり動かしていきます。ラスト1回。はい、下ろしていきましょう。一度手を解放したら耳と肩をギュッと近づけます。吐いて下ろします。また耳と肩をグーッと近づけて、吐いてストーンと下ろします。はい、では今度は足を一度前に投げ伸ばしていきましょう。右足を曲げます。左足の外側へ置いていきましょう。左の足は右のお尻の方に持っていきます。このままでももちろんいいです。難しい人はこのままでもいいです。いけそうな人は右の足の甲をマットに下ろします。はい、マットに下ろしたら両手を一度前について、お尻よいしょで持ち上げます。膝同士が重なるようにしたら足を深くかけます。お尻をゆっくりと下ろしていきます。で下ろした時にお尻つかないよという方は、お尻の下にクッションだったり、あのヨガでいうブロックだったりを置いてあげると、あのお尻はペトッとつくかなと思いますので、股関節の硬さだったり柔軟性によって難しいかもしれないんですけれども、ちょっとこういうブロックだったりクッションだったりを使いながらやってみてください。でこの状態で結構きついっていう人は、さっきの初めのこの段階でももちろん大丈夫です。
で、お尻周りもね、気持ちよく伸びていきますので、デスクワークが、こう、長時間やってる方は、お尻とか伸びて気持ちいいかなと思います。座骨神経持っている方とかの予防にもなっていきますので、ぜひやってみてください。はい、この状態ができたら、背中を長く伸ばします。左の手を大きく天井へ持ち上げていきましょう。手のひらペタッと背中につけます。右手も上に持ち上げて、左の肘をまず掴んでいきましょう。吐く息が来たら、左の肘、右側に少し引っ張るようにして、二の腕伸ばしていきます。左の二の腕が伸びていきます。背中長く伸びて、腰反りすぎないように、少し下腹ブクッと力を入れるようにしていきましょう。頭下に落ちないように、後頭部は後ろにクッと押します。目線もまっすぐ前を見て、左の脇の下気持ちよく伸ばしていきましょう。それでは右の手をゆっくりと離したら横に伸ばします。右肩内に入れます。そのままゆっくり後ろに回して、左の手と右の手握手をできたら握手していきます。こういう状態ですね。で、難しければ服を持ってあげてもいいです。左の肘、右の肘がこう上下にぐっと引っ張られるようなイメージですね。右肘は天井、左の肘は床の方に向いている状態。で、頭は下に落ちないように気をつけて、目線はまっすぐ前です。鼻から大きく息を吸って、肘同士を上下に引っ張るようなイメージをして、あともう一呼吸。吐く息が来たら今度少し前に倒れてみましょう。お尻が浮きやすくなるので、お尻浮かないように前に倒れていきます。右のお尻が気持ちよく伸びていく。あともう一つ呼吸して、頭下に落ちないように気をつけて。背中は長く、吸い気が来たら上体を起こしていきます。手を解放していきましょう。で、足もほどいて、足も前に伸ばしていきます。逆足行っていきましょう。左の足を曲げます。右足の外側へと置きます。右足左側に持っていきましょう。このままでもいいです。いける人は左の足の甲をマット、手を前についたらお尻よいしょで持ち上げて、足を深くかけていきます。膝同士が真ん中で重なるようにしたら、お尻を床に下ろしていきます。で、この時も左右差がちょっとあるかもしれないです。で、それは骨盤の歪みだったり、左右の股関節硬さだったりありますので、もし右がさっきの方向ができてたけど左の方がお尻つかないと思えば、クッションだったり何か座布団だったり、何でも高さにが出るもので大丈夫なので、お尻の下に置いてあげてください。さあ、背中は長く伸びた状態作っていきましょう。右の手を吸いながら天井へ、手のひらペタッと背中につけます。左の手を上に持ち上げたら、右の肘を持っていきましょう。頭下に落ちないように後頭部軽く後ろに押しておきます。さあ、右の脇を伸ばすように少しだけ左側に引っ張っていきましょう。鼻からゆっくりと息を吸って、優しく吐いて、右脇気持ちよく伸ばしていきます。はい、では左手をゆっくりと外したら横に伸ばしましょう。肩を内に入れます。そのまま肘ゆっくりと曲げて、手と手つなげたら手と手、難しい方は洋服をね持っていきましょう。右の肘は天井、左の肘は床です。上位に引っ張るようにして、胸しっかりと開いていきましょう。鼻からゆっくりと息を吸って、背中長く伸びていきます。
お尻周り、股関節周りもね、気持ちよく広がって伸びていくのを感じて、はい、では吐く息が来たらそのまま前に前屈していきます。右の肘が前に落ちないように、右の肘はしっかりと斜め上に引っ張るような意識です。肩周りもほぐして、肩周りの血流の流れも促進して、肩こりの予防にもなっていきます。それでは次の吸い気が来たら上体を起こしていきましょう。手を優しく外して、ふーっと一息、足もほどいていきます。少し足ブラブラ、はい、ではあぐらに戻っていきましょう。はい、今マットの上でやっていますが、もしデスクの、デスクワークの方で、やりたいなっていう方は、足は難しいかもしれないんですけれども、腕だけの動きはできると思いますので、ちょっとこう肩が丸くなって、肩が凝ったなとか、なんかこの辺の血流の流れが悪くて、ちょっと目の周りだったりとか疲れたなっていう時に、ぜひやってみてください。それでは終わっていきたいと思います。ありがとうございました。